ルシャン・マカベイエフは、旧ユーゴスラビア出身の映画監督、脚本家。政治的な風刺と性的表現を交錯させる、前衛的な作風で知られる。1932年10月、旧ユーゴスラビアのベオグラードで生まれる。ベオグラード大学で心理学を学び、続いて、ベオグラード総合芸術アカデミーに進んだ。当時のユーゴスラビアは、 一般市民がアマチュア映画を撮る映画クラブ活動が盛んで、マカベイエフもそうしたクラブに所属して、多くの実験映画を制作した。そこで制作したアントニーの割れた鏡が注目され、アカデミー終了後に大手映画会社のザグレブフィルム社に入社。兵役を挟んでいくつかの作品を手掛けるが、大半が短編化ドキュメンタリーで、長編映画としては1966年、人間は 鳥ではないが、第一作である。1974年、撮影現場のマカベイフ監督翌1967年に制作した2作目、愛の長所、または電話交換手失踪事件は、ロシア映画やフランスのヌーベルバーグから学んだ、巧みな撮影技法に加えて、エロティックな描写に政治的な風刺を潜ませる物語が、国際的に注目された。この作品で、 マカビエフは旧東欧で急速に成長しつつあった映画産業を代表する監督とみなされるようになり、また特にアメリカでは冷戦下のユーゴスラビアで果敢にソ連批判を行う映画作家と捉えられて、翌1968年には報道財団からの資金援助を受けてアメリカに滞在している。保護なき純潔は風刺性をさらに強めた作品で、 1942年のナチスドイツ占領下で公開禁止となったセルビア初の陶器映画の断片にこの映画の出演者へのインタビューや廃墟となったセルビアの街並みの資料映像などを工作させるコラージュ的な手法が駆使されるこの作品は国際的に高く評価され第18回ベルリン国際映画祭で銀マ賞を受賞している1970年には 第20回ベルリン国際映画祭で審査員を務めた。コラージュ的な手法と政治批判は WR、オルガニズムの神秘でさらに先鋭化する。作品はオーストリアの性科学者、ミルヘルムライヒ役の俳優を狂言回しとして進行する。ライヒは、性の解放が社会の改革をもたらすと唱えてナチスに迫害された異端論学者だが映画では 彼の架空の講義に合わせてオーガズムを味わう女性や性的マッサージの場面が次々に描かれ、そこにソ連のプロパガンダ映画が挟み込まれるのである。スターリンがおごそかに行う国家式典と男女のアイブシーン等等日に扱う物語は当時欧米で大きな潮流となっていた実験映画の最先端としても注目されたが、 同時にソ連に対する重烈な政治批判になっていると受け止められ、この映画が上映されたカンヌ映画祭では観客から熱狂的な支持を集めている。しかしこの作品は母国ユーゴスラビアで上映禁止となり、様々に圧力が強まる中マカベイエフはまず、フランス、ついでアメリカに渡り、以後は実質的な政治亡命の状態で作品を作り続ける。 自作、スイートムービーでは、それまでの露骨な性的表現に、グロデスクなユーモアが加味されるようになり、大量の砂糖にまみれながら交わる男女、溶けたチョコレートを満たしたバスタブで死体をさらけ出す、女性といったシーンが繰り返し描かれる。そこへ廃墟となった第二次大戦時のベオグラードの、街並みや、戦火に倒れた市民の遺体の映像が織り混ぜられる。この作品は、食、性。 死の交換関係を描いているとも評され、アメリカでカルト映画として若者から支持を集めた。以後は仮作で、デンマークの少女はすべてを見せるが、最後の作品となった。1981年のモンテネグロと1985年のコカ・コーラ・キットで、カンヌ国際映画祭のパルムドールにノミネートされている。2019年1月25日にベオグラードにて死去。 去年86、D. マカベー F 死去センセーショナルな性描写、N.I.K.K.E.A.N.S.P.O.R.T.S. ドットコム、日刊スポーツ新聞社、オリジナルの2019年1月28日時点における、アーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 9 0 1 2 8 0 8 3 3 5 0 h t t p s w w w n i k k a n s p o r t s c o m e n t e r t a i n m e n t n e w s 2 0 1 9 0 1 2 6 0 0 0 0 2 9 6 h t m l 2 0 1 9年10月13日閲覧 abc マルチェッティジーナ2000マッカーバヤフデューソンインターナショナルディクショナリーオブフィルムズフィルムムエーカーズゲイルダビードビチボリス2004カルチュラルデベロップメントエドリチャードフラクトイースタニヨーロッパアイントロダクショントゥーザビープルランズアンドカルチャー abc クリオディニックラスタスロブ2017パーフェクショニズム セラピーザ・エブリデー、オン、キャベル・オン・マッカーバヤフ、AM Journal of Art and Media Studies ・ジャーナル・オブ・アート・アンド・メディア・スタディーズ、165、75、ビダン、アイーダ、2016、イレジスティブル・イレベランス、ルサン・マッカーバヤフ、S ・アマチュア・フィルムズ・アンド・ザ・ユーゴ・ソロブ・シネ、クラブ・シーン、スタディーズ・イン・イース・タン・ヨーロピアン・チネマ・ナナ53、68、パーバレスク、 コンスタンティン、2009、ビトレード・プロミシーズ・ポリティクス・アンド・セクシュアル・レボリューション・イン・ザ・フィルムズ・オブ・マルタ・ミシャー・ローズ、ミロシュ・フォーマン、アンド・デューソン・マッカー・バヤフ、カメラ・オブ・スクラ・フェミニズム・カルチャー・アンド・メディア・スタディーズ24、7705、リコビッチ、ネベナ、2014、ズッサン・マッカー・バヤフ、インビジブル・アンド・ビジブル・セオリー、スタディーズ・イン・イース・タン・ヨーロピアン・チネマゴ、 80、84、AB パワー、ニーナ、2010、ブラッドシュガー、ザ・フィルムズ・オブ・デューソン・マッカーバァヤフ、フィルムクオータリー63、4251、ハンブリン、サラ、2014、エーチネマ・オブ・リボルト、ブラックウェーブ・レボリューション,ンデューソン・マッカーバァヤフ、エスポリティクス・オブ・ディスガスト、チネマ・ジャーナル53、2852、ABC ブデン、 ボリス、2008, ビハインドザベルベットカーテン、リメンバリング・デューソン・マッカーバヤフ・ SWR ・ミステリーズ・オブ・ザ・オーガニズム、アフターウール、A ・ジャーナル・オブ・アート、コンテキストインクアイリー18,118-26、ベネリ、ダナ、1986、ヒストリー、ナラティブ、&・インノセンス・アンプロテクティッド、サブステンス15、20-35、AB ・パワー、 ニーナ、2010、ブラッドシュガー、ザ・フィルムズ・オブ・デューソン・マッカーバヤフ、フィルムクオータリー63、4251、デュシャン・マッカーバヤフ、ユーゴスロビアン・ディレクター・オブ・モンテネグロ、d s a t アット86、ザ・ハリウッド・リポーター、2019年1月29日、閲覧、ありがとうございます。